演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら、ファミリーマートの大盛りザルラーメンを食べます。ザルそばじゃなくてザルラーメンなんですね。冷たいラーメンもありますけど、やっぱり違うのかな。どんな感じなのか食べるのが楽しみですね。そうね。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。はい、準備完了です。それではいただきます。麺なので麺の香りとかそういうのはそばの方が強かったですね。単麺つけ汁の程よい醤油の甘辛さにうまく絡んでくれるので、つけたねを楽しみたいのがこちらのザルラーメンの方がいいですね。食べたい麺そのものの香りを楽しみながらそばの方がいいので、それぞれ好みがあるので状況によって食べ分けたりするのもいいかもしれませんね。で、自分はラーメンでもチンしていて美味しかったですが、やはりちょっとそばの香りが恋しくなってしまったと、あとごまが欲しくなっちゃいましたね。この組み合わせだとごまが入ったらもっと美味しくなるかなと思いましたので、そういった改良の部分があるという意味を込めてこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分です。